ラ気流。こら、何しかとこいてんのよ。聞こえてんじゃん。それにしても今朝は早いじゃん。遅刻大魔人とは思えないな。何かあったわけ？そりゃ寝坊しないわけだ。にしてもあんたまだ作曲なんてやってるわけ？音楽ね。言ったな。何よ、私だって真剣なんだからね。あの、ごめんごめん、このタコが変なこと言うからついムキになっちゃってさ。いちいち言わせるわけ。あの、そのごめんなさい。なんでユキちゃんが謝るのよ。私のせいで先輩たちがその喧嘩するなんて。大丈夫、私とこいつはいっつもこんな調子で話してるんだから。そうです。やっと思い出した。あんたと同じクラスだからって私が部室まで連れてってあげたんだよ。はい、マイネミユウキです。自分のファンの顔も覚えられないなんて最低よね。ねえユキちゃん。いえ、私はその。
私は全然興味ないんだけどさ。だけど優勝しなかったら承知しないよ。こんな可愛い後輩に応援されてんだから。なんかはっきりしないわね。本当は自信ないんじゃないの。やってんのよ。ぼーっとしてたけど大丈夫？やっぱし徹夜が答えてるのかな。あ、なにそれ。ちょっと見ただけじゃない。
そんなムキにならなくてもいいんじゃないの？はいはい、あたしが悪うございました。にしてもどうしたのよそれ。じゃあこのペンダントってもしかすると麻酔症かもね。私も詳しくはないんだけど、この学校に伝わる話にあるんだって。自ら持ち主を選ぶかのように現れたり消えたりする謎のペンダントって。 2,3 年前にも現れたことがあって、その時は大変な事件が起きたそうよ。私も転入組だから詳しいことは知らないんだ。 D 組の光さんがその時事件に関係してたらしいけど。そういや、あんたは光さんとあんまし仲が良くなかったっけ。まあいいわ、なんだったら私が話聞いといてあげるけど。そんなことよりさっき言いそびれちゃったんだけどさ、学園祭のクラス展示で買い出ししなきゃいけないんだ。今日の放課後付き合ってくれないかな。クラス展示の仕事を何にもしてないのは桐生誠、あんただけよ。少しは手伝いなさい。興味あるとかないとかそういう問題じゃないでしょ。そんなんだからクラスから浮いちゃうのよ。何度も頼んだわよ。けどその都度用事があるからとか言ってあんた逃げ回ってたじゃないの。とにかくみんな手伝ってくれたんだから今度こそあんたの番なの。わかった？いいよ、私も美術部の部活あるし。じゃあ終わったら教室待ち合わせってことでいいかな。はいはい、そこの二人、仲良くおしゃべりはいいけどホームルームが始まったんだから席に着きなさい。みんな、なんで私がここにいるのかって顔してるわね。D
実は担任の金坂先生が学会の研修に行かれたので、お戻りになられるまで私がこのクラスの担任代理を務めることになったの。理事長代理で担任代理、代理尽くしだけど、みんなよろしくね。